そうだろだから、そう言ってんの。ねもう、もうめんどくせえな。まあまあいいよ。うん。だから全部説明はするよ。聞かれたことは。うん。劣勢だよ。ええ、そんなことないよ。うん。 走ったら下痢が漏れるからでしょ。いやいや、走らないよ。うん。普通にテキテクは歩いてるよ。うん。うわぁ。もうさ、もし、パンダが描いてるようなことを言ってたら、 あの人は、最悪な、モンスターだよ。あん。単に歩かねえねえで、座ってうんこもできるねえし、漏らすし、ハゲで、老人で、ほんまにかわいそう。もうよ、人間の尊厳を、徹底的に踏みつく。 つけるトークをやったんだな。俺はそこまでのことはどんなに憎くてでも言わないね。うん。 だから事実だったら、じゃあお前らが得意なソース出せよって言いやないじゃん。なんでそれ言われんだよ。十分うナで売名したから用済みなんですよ。うん。だから、みんな引き上げろ。こっち来い。 あの、死人を上から踏みつけるようなところの放送は行くな。俺は絶対そういうことはしねえから。な。俺はそういうことはしないよ。それは分かってみんな俺の放送来てるんだと思ってるから。 俺は弱ってる人間を踏みつけたりはしないよ。うん。マジで。 何が親の金目当てだよ知らねえよてめえが釣ったんだろう俺のことをやめてくれよじゃあなんであんたが金持ってんのは俺知ってんの持ってるか持ってねえよ かはそら知らねえよ。普通にな知らねえよ。だまあ、間違いなく俺には。 あの、財産はゼロだからどうで全部持ってってくれ,くれてもいいよ靴も当分履けなくなったってい何 言ってることがよくわかんねえんだけど。いや、まあまあ、俺は恨んではいないよ。ありがとうちゃんって。うん。思うんだけど。まあ、でも最後は憎しみ合うとこうなっちゃうのかなって。うん。わかる いや、俺はね、別に、憎しみはないんだけど、お前、潰されるよ。いや、だから、潰されたんだったら、それでもいいの。そこまでやるか、の話になるから。うん。そういうことよ。全然、どうぞどうぞ。やってみろよ、この野郎。 下痢ジ味がついてるから、履ける靴がない。えちょっと待って。あ、俺の靴の話何を言ってんのもう脳みそパープーネンなのあの人、頭、どっか飛んでんのか。落ち着けさせてやれよ。 頭おかしくなってんのなあ。マジで。やばいぞ。あの人、精神病系の、あの、リスナーの話、大好きじゃん。で、 うちは、そういう家系だからとか、ちょいちょい言うじゃん。もう分かってんだよ。自分がどっかでスイッチが入った時に、おかしくなっちまうのが、止まらない、ね。だから、もうブレーキが効かなくなるんだよ。 だから誰かが止めないとダメなんだけどでも実際会ってみると悪い子じゃないんだようんだからねモンスターはねモンスターを絶対に見せないんだよ気づいたら 時はもう手遅れあ俺負けでもいいようんごめんね傍若夫人あなたに負けましたありがとう今までうん ありがとううちのリスナーもたくさん言ってるかもしんないけど本当にねあの可愛がってくれてありがとううん。韓国人は日本人を利用することしか考えてないと どうなのかね、わかんねえけど、うん、もう俺はそんなことは考えてることはないけどな、うん。何を言ってんのかな、パンダ。 もうあ、お前らが、うんことか、ケツの話とか、好きなの、もう分かったから、もうこっからは、もうその話がなしね。うん。クソなんて、みんな、物食えや、誰だ、するんだよ。じゃねえのそんなもんだよ。 だからなんだよ。だむ普通は漏らさないよ。だから間に合わねえ時もあるんだっていうの。うん。だから俺の放送を聞いてる人間に酒飲みはいっぱいいるからやべえなっていう時あるんだよ。 だから、それは普通じゃないんだって。うん。それは、俺の、なんだろうな、こんだけ飲んだくれてることを、ああ、ちゃんまん。 わかるもう、さあ。上半身クソまみれそんなこと言ったのもう、もう、何でもありなのか。いいよ。どんどん言って。フェイクとファクトが入り混じった。 ああ、言っていいよ。うん。あとは、みんなが判断してくれればいいよ。うなちゃんまんっていう人間が、の、ことを、どう判断するかは、俺の放送を、長いこと見てきて、うーん、判断してくれりゃいいかな。俺が、数字で、 追い求めてきたようなそういうんじゃないってことを分かってくれりゃいいかな俺はただみんなが一緒になって楽しくやっていこうってやってただけだからみんなはそうじゃないのうなよって楽しくやろうよ まあ言ってくれる人も多かったからね。うん。まあ、そこには俺は助けられたっていうところあるよ。うん。まあ、もういないから、まあ、 いるかいねえか分かんねえけどうんまあ何を言ってんのかんまあもう暴走してる状態でしょ向こうの放送見てる人。 もう止まんなくなってんだよね。ライアーサのフェイクとファクトをきちっとどう判断するかだよ。うん。恐ろしいな。 ああ、1976? これな、今日は NHK でやってたんだけど、混迷の世紀っていうのを俺見てたんだこれね、これは、見た方がいい。俺らは何をもってして、 ロシアとウクライナの情報戦合戦をやって、俺たちは何を信じて、何を。うん。夜、夜、 うーん、なんだろうな。うーん。まあ、今は世界各国のメディアは、いよいよ、本音を言い始めて、プーチンが結構不利になっ、そうそうそう。だから、 な、ピエール、わかるあのー、軍のマインドコントロールってインターネット合戦が始まってんのよ。うん。で、も面白いなと思って俺見たんだよ。うん。混迷の世紀っていう、うわ NHK よっここまで行ったなぁ、みたいな。いや、もう本当だよ。 だから人間の脳も支配する時代になったんだなって思って。もうもはや宗教だよ。メディアが宗教になっちゃう本当はいけねえじゃん。俺はそう思う。あの性格に伝えなきゃメディアは ダメだろ俺はねそう思ったな今日見てうーんいやーもうみんなはね俺はニュースが大好きだから 常に、あのー、見てるんだけど、国軍という名の逆賊。それは、ピエール、それはロシアの国軍かにしか俺には聞こえない。 って、自国民を50万人、戦記に送るって言うんだで。死ねって言ってんだで。おい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 、50万人だで。なあ、頭いっちゃってんだろ。その前30万人送ってんだよ。もう80万人になるだろ。どうすんだよ。 なこの国狂ってんなとしか思えない。もう。いや、みんな冷静に考えてくれよ。80万人死んでくれ、くれや、いいって言うんだよ。いや、もう本当に、 そういうことなんだよ。死ぬぐらいならクソ漏らした方が楽だよね。<laughs> まあ確かになトイレはなうんこはね下からうん出るときは行くよ。うん まあ、もう、結局のところ、ゲリロ、坊ちゃんも、うんこネタしかもう、俺も攻めどころがなくなったってことで。うん。お疲れさん。あとは何があるのかなお疲れ。 ずーっと、運、う、行、ん、ネタで、あんたの、もうないんだろうなゲリローな。俺はそう思ってるよ。いつまでそんなことやるのかなこの人って。ねえ、たかだか190人キープしてるのに。頭おかしい かなもうカトランおいっすうんこなんて誰でもあいや誰でもはノリちゃん漏らさないとは思うけどスプートニック <laughs> まあうん 俺はね、まあ、某が嘘は言ってないって常に言ってるよ。あの人は嘘は言ってないんだ。うん。 傍若が嫌いだからガツンと言ってくれ。カリマロそれはお前のあの気持ちを俺がやる必要はねえだろう。うん。いやエンターテインメントはもう今。 これエンタメじゃないよ。リアルになってるから。うん。ちょっと違うんじゃねえかなって。うん。俺は初連、しょれん、せよえねえよ。もう。うん。